キンパラダイスハワイの葵です。今日はこちらの超怒ってるメンドリたちのお隣で撮影をさせていただきます。たまごちゃん何怒ってんの？余計に怒った。はい、今日はこちらのメンドリさんたちが産んでいる卵の話をします。鶏の卵は、種類とかがものすごいたくさんあるんですけど、こちらは誰だろうか、白玉ちゃんかな、産んだのの卵だと思うんだけど、サイズとか色とか全部バラバラです。ちょっと見せてちょうだい。はい、まずこちら普通にスーパーで見かけるような茶色い卵ですね。でも茶色って言ってもこっちのピンクっぽい茶色とかベージュっぽい茶色とか、こうやって模様があったりとか、結構いろんな種類があります。あ、白玉ちゃんだ。これあんたの卵でしょ。この卵の種類っていうのはニワトリの種類によっても違ってきます。でこちらのピンクっぽいのは多分オレオが産んだやつ。いないね。オレオは、プリマスロック、日本だと一番似てるのが岡崎黄斑なんですけど、その種類はこのちょっとピンクっぽい卵を産むっていうので知られてます。なのでおそらくその子だと思います。こっち誰だろうね。ちょっといつもと違う、体調がいい時とか悪い時とか、ちょっとそういうのでも卵の色とか変わってくるから、それがこれが誰なのかちょっと特定が難しいですね。では集めていきましょう。痛い。え、これ今の子が産んだの？おお、なんとこの人野生のニワトリなのに茶色い卵を産みました。この子は多分ケンカドリと卵産みのミックスだと思うんですけど、茶色い卵を産みました。この子のお名前は蜂蜜レモンティーです。美味しそうな色をしているのでつけてあげました。はい、そしてうちで有名な青い卵ですね。青い卵はイースターエガーさんたちが産んでくれてます。ここには一つもいないね。おーい、この青い卵はどれぐらいいる？今15羽ぐらい、10羽ぐらいいるんだけど、青いって言ってもこれみたいに濃い青だったり、もっと薄かったり緑がかってたり全然違うので、そのイースターエガーという種類だけでも全然違います。あ、卵に穴開いちゃった。卵の殻は青い卵の方が殻が硬い気がします。茶色い卵はなんか殻が薄いような気がします。面白いですね。でこちらちょっと汚いけど、これはちょっと緑っぽいね。わかるかな。これはもう少し緑っぽい色が出てます。綺麗だね。こちらの白玉ちゃん、このような卵を産みますね。まだ若いのでこのサイズとこの色ですが、年を取っていくにつれてだんだん大きい卵を産むようになりますね。そしてなん若干最近感じるようになったけど、年寄りのニワトリはちょっと卵の色も薄いかな。ちょっとなんかインクがなくなってきた的なのを感じます。ちびっこちゃんあるね。丸いね。これ
そして小さいの。痛い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 。縦長。でっかいの。誰のこれ。あ、これすごいちっちゃい。と、また丸いのか。信じられない丸さ。これは先っちょがえらいとんがってるね。これもめっちゃとんがってる。これも面白いね。はい、ではさっきの小さいのを大きい卵と比べてみましょう。サイズの差がすごくあります。で、白玉ちゃんが産んでるのはこれです。白玉ちゃんは小さい方だけど結構大きめな卵を産んでますね。で、これは多分、あれ、いなくなっちゃった。ラベンダーみたいな小さい子が産んでる卵だと思うので、鶏の体が小さければもちろん産む卵も小さいです。今からこのハチミツちゃんに協力してもらって、どうやって鶏の体の中で卵が生成されるかちょこっと説明します。切らないから安心してね。はい、まずニワトリはこのような結構ずんぐりした体型をしております。で、お尻を見て、こっち側右側にはあまり内臓が実はなくて、結構全部左側に大事な内臓は入ってます。で、メンドリのお尻はモコモコな方が卵を産むって私は言ってるんですけど、モコモコってことはお腹が大きいから、面積が広いからふわーって羽が広がってモコモコに見えるっていうのを基準にして考えてるので、実際にいいのはお腹、お尻が大きめの子です。で、こちらの左側の内臓の束の中に、卵巣があるんですけど、なんだろうね、ブドウみたいなのを想像してもらえるとわかると思うんだけど、小さい黄身の出来かけみたいなのがいっぱいついてます。で、それがなんか最初は点みたいな小さい細胞から始まって、で、黄身としてうまく使えるサイズになったら、それがポンって切り離されて、そのチューブを通って、で、その卵の白身が付け加えられる臓器のところまでシューって降りていって、で、白身がくっついたらまたシューって降りていって、で、卵を割った時にちょっとたまに割りにくい白い膜、食べたら美味しくないやつ、あれができるセクションがあって、そこでそれを取り付けて、で、さらに降りていくと卵の殻を作る工場があります。で、これら全てが完成して、で、一番最後に、この一番出口に近い方のなんかお部屋みたいなところがあって、その中で卵の向きが回転します。180度回転して、その丸い方が先に出てくるんだけど、あ、卵を使おうね。はい、こちら卵が、作られる時は体の中にこう入ってるんだけど、出るときはこの丸い方が先に出るから、こう出ないといけないから、こうなってるのがこうやって体の中で回ります。どういう仕組みかは詳しくは知りませんけど、そんな感じで卵が完成します。これら全ての作業を終えて、卵が体の外に出てきて、あー卵だーって言えるところまで、24時間以上かかります。なので大体1日1個って言われてるんですけど、健康的なニワトリだったら27時間おきぐらいに卵1個産むので、まあたまにその休憩の日を挟んでるっていう感じです。はい、卵はみんな知ってる通り、この太い方と細い方があります。
で、日本の卵パックはどうなってるのか知らないんだけど、アメリカの卵パックは自由に開けれるようになってるので、スーパーに買いに来た人たちが割れていないかの確認をするときにぐちゃぐちゃな方向に戻して置いていくので、ちょっとどっちにしていいかわからなかったんですけど、実は調べてみると、この太い方を上にするっていう決まりがあったみたいです。で、その理由は、ひよごを育てるためのお部屋だから、空気の穴ポケット、エアーサックって言うんだけど、空気の入る隙間がこの辺にあって、で、それが上になっていないと、例えば逆にしちゃうと、この空気は卵の中身よりも軽いから上に進もうとして、なんか破っちゃって腐る原因になるので、こうやって尖ってる方を下にするっていう保存方法で保存します。とは言っても、上と下がどっちなのか分かりにくいものや、こうやってすっごい丸いやつとか、すっごい細長いやつとか、結構いろいろバラエティがあるので、うちの場合は、これ上、これ下とか言いながらトレーにしまってます。オレオさんに出てきてもらいました。これ、あなたの卵でしょう。はいとも言いませんが、いいえとも言いません。卵を保存するときは、この尖ってる方を下っていう話をしたんですけど、実はそれ以外にも卵には面白い仕掛けがございましてね。卵を産んだときに鶏が卵に残していく、最初は液体なんだけど、それが乾くと、英語ではブルームって言うんだけど、なんかプロテクトしてくれる膜みたいな液体が最初はついてます。で、乾くとその殺菌作用があったりして、生まれるはずの卵だから、生まれるまでちゃんと中身を守ってくれるようになってます。殻があるのにどうしてって思う人もいるんですけど、この殻実は水とか空気とかを通すようになってます。中にひよこが育つっていうのを想定しているので、中のひよこがちゃんと酸素を取り込めるように、実は見えないようなすごい数の穴が開いてます、すごいね。で、その穴は必要だけど、バイ菌は入ってほしくないから、そのブルームっていうのをかけてから去っていくんですけど、無意識だから知らないってなんだけど、ゴシゴシ手でこすったりしてしまうとすぐ取れてしまうので、あんまり集めた後は私はあんまり頼りにしてないんだけど、でも普通に家でニワトリ飼ってる人とかだったら、卵を洗う前そーっと置いておけば、常温とかでも全然長持ちします。で、さっき言った通り、これは穴が開いているので中身がちょっと蒸発しちゃうっていう点ではあまり長持ちはしないんだけど、でも普通になんか急に腐ったりとかはしません。でも洗ってしまったらすぐに冷蔵庫に入れないといけないっていう点では、私みたいにめんどくさがりの人は洗わずに置いといて、食べる直前にちょっとささって洗って食べるっていうのでも全然問題なくやっていけてます。自己責任でお願いします。お家でニワトリ育ててる人は、卵を洗う前にその水がこの卵の温度よりもあったかいことを確認してください。それはまあ大体お風呂のお湯ぐらい、ちょっと熱いかなぐらいだったら多分大丈夫だと思うんですけど、その理由は、卵の中身よりも冷たいと、冷たいものは引き締まってしまうので、この見えない穴からその外側についているバクテリアが中に吸い込まれてしまうという恐ろしい状態になるので、避けましょう。あったかいと逆に中身が膨らむので、バクテリアを押し出してくれるっていうのをイメージして洗ってます。アメリカのスーパーに売っている卵は、普通にパックで売ってるんですけど、生で食べるっていうカルチャーがないので、生で絶対に食べないようにしてください。何があっても調理してください。特にその理由とかは書いてないんだけど、その洗い方が違うとか、なんかそういうのだと思います。なので危険性が高いので、絶対に絶対に食べないでください。食べてひどい目に遭った人が知り合いに何人かいるので、気をつけてください。私は食べてませんで、ちょっと調べたんですけど、
日本に売ってる卵のパックに書いてある賞味期限っていうのは生で食べられる賞味期限らしいです。なのでちゃんと調理するんだったらそれ以上全然卵を持ちます。例えばうちみたいに家庭用に卵を持って帰って洗って冷蔵庫に入れてってすれば余裕で 1,2 ヶ月は持ちます。本当はもっと3ヶ月とか持つらしいんだけど、さっき言ったみたいに卵の中身が蒸発してしまうのでどうしてもその物理的に持たないんだよね。なので卵自体が悪くなるのは結構全然長いこと大丈夫なんだよね。なので賞味期限が過ぎてしまった卵は調理すれば日本の場合は食べれるので捨てないでくださいね。あともう一つ、アメリカに住んでる人なら知ってるかもしれないんですけど、卵が食べれるか食べれないかっていうのを日本のサイトでは見たことないんだけど、水に浮かべると分かるっていう話があるんだけど、実はそれは嘘なんですね。まあ大体の目安にはなるから使ってもいいとは思うんだけど、そのさっき説明したみたいにこの卵のてっぺんには空気の層があります。で、私が説明してた通り、この卵の殻から液体だけ蒸発していってしまうので、もちろんこの空気の層は大きくなります。なので大きくなるにつれて卵が古くなるっていうのは分かるんだけど、水に入れて浮いたら食べたらダメで沈んだら食べれるっていう話があるんだけど、それは別に腐っているかどうかが分かるんじゃなくて、どれぐらい時間が経っているかっていうのが分かるだけです。なので別になんか圧縮されて縮んでてもまだ食べれるっていうのはあります。やめましょう。はい、というわけでこのように卵の種類、保存方法、結構いろんな情報が出回っているんですけど、うちではお湯で洗って冷蔵庫に入れてっていうのをやってます。そしてうちの卵はとても美味しいので、私は定期的に生で食べておりますが、今のところ問題はありません。アメリカの空気じゃなくて管理方法ってことだね。